ナスカンガ遺跡ナスカンガ遺跡市ナスカンガ遺跡は、栃木県ナス郡小川町にある、奈良、平安時代の遺跡。1976年6月7日、国の史跡に指定された。西ナスの駅から、東のバス、馬頭行中の現バス停、徒歩15分。一部は、史跡公園になっている。8から10世紀のナス郡の群側とは、中川町大側の梅園にある、 このナスカ外が遺跡であると考えられている。この遺跡は中川と放岐川の合流地点の近くの放岐川の形成した断球場に位置する。昭和の初期より古河原が散布することから人跡だと考えられ梅素廃寺と呼ばれていたが発掘により群河跡であることが分かった。1976年に国の史跡に指定された。群河は南北200メートル。 東西400から600メートルほどの範囲にあり、その中を溝で、西、中央、東さらに南東の4ブロックに分けている。西ブロックは、幅4メートル、深さ1メートルの大溝によって囲われた一辺、約200メートルの不正方形で、倉庫と考えられる、倉中式の掘ったて建物が多数見つかっていることから、クラインと考えられている。中央、東ブロックは宅地になっている。 中央ブロックからは、礎石立ちの倉庫と考えられる建物が2棟、検出されている。東ブロックは実務を行う場所であったと推定される。またこれらの南方には、館や、繰り上げがあったと思われるが、このうちの館に関連する施設は、南東ブロックにあったと考えられる。所有者は、中川町他である。遺跡は、中川の支流、宝木川左岸にある。 キツレ川丘陵端部に位置している。従来、過酷市院の出土、古河原の散布、土壇場遺構の存在などから、梅素排事跡と呼称した場所である。昭和42年から行われた発掘調査の結果では、礎石を伴う建物遺構、掘立柱建物など30棟以上の遺構が検出されている。遺跡の範囲は片2丁と考えられ、そのほぼ中央に、 東西2軒、南北6軒、柱間15尺の大規模な建物を中心に倉庫など、各遺構が整然と配列されている。遺跡の時期は、出土古河原などから、奈良時代と考えられるが、この性格については、なお不明な点が多い。しかしこの地は、史跡侍塚古墳を中心とした大小の古墳群集地であり、那須国造碑の所在などの歴史地理的環境を考慮し、 極めて漢画的色彩の強い遺跡と言える。AB リンクは文化庁の国指定文化財等データベースのナスカンガ遺跡のページ。AB ナスカンガ遺跡文化遺産オンライン閲覧によるナスカンガ遺跡障害学習中川町。www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp 2020年11月20日閲覧。ナスカン外籍橋本住明、古代のゲヤ、安倍明、橋本住明、千田孝明、大竹広義栃木県の歴史山川出版社1998年、6から57ページ国指定文化財、中川町史跡閲覧による。ABC、国指定文化財等データベース。 k-u-n-i-s-h-i-t-e-i.、E、文化 .go.jp 文化庁2020年11月20日閲覧ありがとうございます。